南流訪問着の着方の動画はこちらです。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は訪問着の着付けをご紹介したいと思います。では早速始めたいと思います。下ごしらえ、肌襦袢、裾よけ、あと長襦袢、着物、帯、ご案内していきますけれども、基本普段着ている方法を基準にしていただきまして、もしこの方法はいいかなって思うことがありましたら、普段の着付けにプラスアルファですね、より早く、より簡単に、より上手にできたらいいなと思います。はい、そうしますと裾よけして、肌襦袢しましたらば、最低限の補正で着付けていきたいと思います。汗取りですね。どうしてもこの辺汗をかくので、一番最初に汗取り、肌襦袢の上に汗取りしたいと思います。紐をつけたこういう形のもの、まず汗取りですね、ウエストの部分にしてあげたいと思います。じゃ続きまして、長襦袢ですね。長襦袢襟芯を入れまして、訪問着なので伊達襟をつけたいと思います。伊達襟は普通着物につけるんですけども、私は長襦袢につけます。ずれないように、一番後ろだけですね、長襦袢のお襟の高さと同じ付き合わせにしまして、この襟元だけ 2,3 針縫い留めれば動かなくて安心かと思います。今日はちょっと縫い留めてないんですけども、はい、これご自分でやるとして参考になさってください。まず長襦袢羽織りますよね。長襦袢羽織りましたら、結局中心はどうかということでね、中心を合わせます。長襦袢の着方一番大事ですね。エモンを抜きます。で右左ですね、右左、トップバストかぶるようにして襟合わせ、深くですね、これ深くないと崩れてしまいますので、トップバストに向こう側に行くような形で着てください。で胸紐しますね。胸紐はアンダーバストにしてください。でこれきつくなくですね、きついと苦しいので、お紐はあまりきつくしないでください。こんな形で、エモンしっかり抜いてあげて、シワを取ってあげて、でここに、伊達締めします。伊達締めなんですけど、今ちょっと汗ばむ季節ですので、日本手ぬぐいで作った、こういうものを作ってですね、こういうのを使うと洗えるのでいいと思います。アンダーバストに締めた胸紐の上に伊達締めを締めてあげます。こんな感じ。長襦袢を着るのが一番大事ですので、この時点で綺麗な感じでしっかり着せてあげましょう。次、伊達襟を、この子はちょっと縫ってないんですけども、ご自分でしたらここちょっと縫い留める、縫い留めて、ここ付き合わせですね、付き合わせにして縫い留めて結構です。縫い留めておきましょう。ここ 2,3 針縫っとけば大丈夫です。そうしましたら、下前だけここにこう持ってきて、こちらに差し込むようにして留めてあげます。まっすぐ入れるんじゃなくて、ここを折り返す感じですね、折り返す感じでこうセットして、伊達襟の出方を決めてあげます。こちらもセットしないで遊ばせときますね。で置物なんですけれども、皆さん襟がやりづらいみたいなんですね。ですので一工夫しまして、このトモ襟をあらかじめ 2,3 センチ折ってクリップで留めちゃいたいと思います。反対側も両方ですね、両方同じ分量、ここのトモ襟のかかってるここにですね、クリップを留めときます。はい、でそれでお着物着ていきますね。お着物着ます。
点で襟が崩れる方が多いと思うんですけども、その襟が崩れる原因はですね、あのお着物で襟を押しちゃうんですね。ですので、あの襟を押さないように意識して着ると、あのここがグズグズしないので上手にできると思います。次、お着物の長さ、はい、あの床すれすれにあの長さを決めてあげて、次あのおはしょりのおはしょりが一重になるように下前のですね、襟元の処理の仕方をお伝えしたいと思います。下前の襟、ここにクリップ留めてますので、この状態で襟元をきれいに形でセットしてあげます。そうしましたら、ちょうど溝落ちのあたりですかね、溝落ちのあたりからスタートして折り上げて、おはしょりの下線、おはしょりの下線向けて、ここにこういう三角ができております。それで襟元もあの伊達襟の出方もきれいに決めましたら、クリップここですね、ここにクリップ止めてあげます。こんな形と、あとの仕事が上手にできるので、これちょっとお試しいただけたらと思います。そうしましたら、いよいよ上前ですね。上前もここクリップ止まってますので、これを基準にあのここから決めるんでなくて、こう後ろからの流れで襟元決めると綺麗にいきますので、こういう形、はい、それでこのクリップ使って伊達襟を留めたいと思います。はい、その時にコツは、この伊達襟をちょっと引き気味に留めてあげてください。こんな形ですね。はい、次、後輪ベルト使う方は後輪ベルト使ってください。後輪ベルトの代わりに胸紐であの胸元をきれいに押さえる方法があるのでご紹介したいと思います。胸紐ですね、あの上じゃなくてですね、この下前をまず留める形で、中心を下前のいつも締める胸紐の場所に当ててあげて、背中に、右は身厚く力出てきてますね、背中に回します。で、背中に回しましたら、いつも通りこう持ち替えてですね、で前に来ます。はい、でこの時にあのここの状態が綺麗かどうか確認してセットしてあげます。次、こちら左右対称にですね、左右対称に持ってきて、胸紐を結んであげます。はい、この状態でバッチリできてればいいんですけども、思ったようにいかなければこの時点で直せます。下前の襟、この下に来てますのでね、ここから入れてですね、引く感じでこう、下ですね、持ち上げてるので内側じゃなくて外側の切れを引く感じで引いてあげます。で、上もですね、きっちりできてなければこの状態を伊達襟も引けますし、お着物も引けますので、この状態で良しとなればクリップ両方、内側と外側のクリップを外してあげます。内側をですね、身厚く力手を入れて外してあげましょう。よいしょ、それで綺麗にシワを取ります。後ろのシワも左右に取ってあげて、ここはシワがないようにですね、
整理しましょう、はい、そうしましたら次ここの整理をしたいと思います、はい、脇で両脇でタックを取るような形でしっかりと余った部分折り込む感じでおはしょりの方まで畳んであげると綺麗にいきます。でこのあとですね帯の下線に伊達締めをしてあげたいと思います。あの伊達襟の出方なんですけれども、あんまり出すぎるよりはこのぐらい少なめの方が綺麗ですね。で最後はもうゼロになる感じでやるとこの流れが綺麗ですね、はい、次帯の下線に伊達締めをしてあげます、はい、ここまでが長襦袢と着物ですね、はい、このあと帯に行きたいと思います。伊達締めの位置帯の下線にするとすごくいい仕事しますので、伊達締めここじゃなくて帯の下線にしてあげてください。なかなかあの慣れてないことするのはあれなんですけど、試してみてください。とてもいい結果が出ると思いますので、こちらに締めてみてください。で置物着ましたら次帯に行くんですけども、ゴム付きの帯板の場合はここで帯板します。それでこの伊達締めの下線に帯板の下線を合わせてセットしてください、はい、帯板伊達締めの下線伊達締めの下線にですねセットしました。そうしましたら袋帯20太鼓結んでいきたいと思います。組線の真ん中あたりで折り返す感じで手幅一つ分ぐらい折り返して、あのこれは袋帯なのでちょっと斜めに折り返してます。クリップで留めてください。でこのあと巻いていきますね、はいはい、これが、はい、二巻き目はちょっと幅出し、お腹の部分幅出ししますね。それであのゴム式じゃない方はここに今帯板を差し込んでください、はい、二巻き目巻いてお太鼓が右の方まで、ね、垂れ先が右の方まで来ましたら脇で大きなクリップで留めてあげます、今日は形を作った帯の復習も兼ねまして、あのもうすでに形を作ってある帯を締めていきたいと思います。手先を抜きますね。手先を上に抜きます。で後ろですね、後ろ抜いた手先を手先の輪が接中心に来るような形でここまで抜いてあげたいと思います。次手先折り返しますね。折り返します。ここがあまりがない感じできっちり折り返してあげて前で留めてあげましょう。そうしましたらクリップ、厚みのある帯でしたらクリップの方がよろしいんですけど、これは薄いのでちょっとお太鼓止めで中心よりちょっと左、ここ帯2枚来てます。帯2枚を留めます。はい、中心よりちょっと左ですね。これはずっとつけといても大丈夫です。手を折り返しましたら置物と帯の間に帯座になるようなあのハンドタオル巻いたもので大丈夫です。このぐらいの大きさのものをここに差し込んであげます。これが帯座になります、はいはい、手先袋帯なので中心よりちょっと左まで来ています、この帯はあんまり長くないのでギリギリ手先作ると後ろがやりやすいので、あの手先はあまり長く取らない、そうやってやると上手にできます。次タレを留めていた右脇のクリップを外してあげましょう。右脇クリップ外したら後ろに垂れ先を持ってきてあげて枕を背負います、はい、枕を背負いましたらガーゼを前で結んであげましょう。ガーゼを結ぶ時なんですけれども、あの帯揚げが絡んでる場合があるんですね。ですのでこの帯揚げを枕の手元までパラッと外す感じにしてあげてからガーゼなんですけども、一回脇でぐっと引いてあげて、それから結びます。と背中にぴったりついたのを感じましたらば、さらにもう一回前に引いてあげて、少し動く感じで
結んであげて、この結び目をすかさず中の方にですね、滑り込ませます。帯板の手前になりますね。帯板の手前にグッと差し込んであげましょう。この時胸紐を押し込んでも問題ないです。下にこういう形でですね、こういう形で押し込んであげます。そうしましたら次、帯上げ仮結びします。はい、形作ってから締める方法なんですけども、ここでクリップ外してあげます。今こういう状態になってるんですけれども、垂れ先先に仮紐で押さえた方がうまくいきますので、ここで仮紐で留めたいと思います。はい、今仮紐で垂れ先人差し指1本目安に留めました。はい、次ですね、次ここを上げればもうできてしまうので、仮紐を今の仮紐に重ねてあげます。重ねます。横から見ましょうかね。この仮紐に帯を近づけてあげて、余った帯を中に折り上げましょう。それで前で結びます。はい、後ろがこういう感じですね。で、前は仮紐が帯の下で2本と、あとまだ手先が前に残ってるので、今度この手先を後ろに入れます。はい、帯の横こんな風になっています。何枚も入るとこがあるので間違いやすいんですけど、帯がこう持ち上がったところですね、最後の仮紐、この仮紐を頼りにこの手先を中に入れてあげます。はい、反対側手先がこういう感じで出てまして、この手先が帯の下線を通る感じで、これが浮いてない方が綺麗ですね。これで手先で帯のお太鼓の形を決めてあげる感じで通してあげます。そうしましたら次、帯締め帯上げで出来上がりです。はい、帯締めなんですけれども、この帯の上がりがここの部分が少ない場合はこれを留めたいので位置が変わるんですけれども、ちゃんとこの上まで出ていれば、この手先の真ん中を通る感じで通してあげます。で、前に来ましたら長さを揃えまして、左向かって右、ご自分からって左を上にして一回結びます。で、この力がですね、引く力がここに集中するんじゃなくて全体に響く感じで引いてあげると上手にできます。で、もう一回締めますね。何回か締めて、もう指が入んないぐらいの強さが必要です。そうしましたらどこか押さえてですね、右側の紐こう上にこういう感じ言うんじゃね、右側の紐をこう上げてあげます。こういう感じ、こういう感じに上に上げてあげますね。そうしまして左に降りてる紐をこう持っていって、この先がこう下がる感じだとうまくいきます。そうしましたら真ん中でこう押さえてあげて、両方じゅんぐりこう引く感じですね。こんな感じで、手順が合ってても向きによってここが立体的になっちゃう時があるので、この紐の向きをですね、これは練習が必要かと思います。何回かやって覚えていただけたらと思います。そうしましたら中心になるかどうか見てあげて、房は遠くで差し込みましょう。はい、房の先は上を向く感じ、両方上を向く感じでセットしてあげたら間違いないです。で、帯締めまで行きましたら次、帯上げ、最後に帯上げしたいと思います。で、仮紐はこの時点で両方外しちゃって大丈夫。帯上げですね、帯上げご自分の右側から畳んでいきたいと思います。幅にもよるんですけど、だいたい指3本分ぐらいの
広さにしたいので、この帯揚げでしたら3分の1にして、さらに半分にして、上を輪にしてですね、指を後ろの方まで通してあげて、後ろの方まで通すと脇まで綺麗にいくんですね。脇まで綺麗に。そうしましたらクリップでなるべく遠くで止めてあげます。で今度左側ですね、同じ帯枕まで外したら同じように畳んでいきます。輪を上にして後ろまでしごくような形で綺麗に整理してあげます。はい、そしたら初めて結びますね。左上にして、向かって自分ご自分の左を上にして一結びします。で帯揚げはいろんなやり方があるんですけれども、一番簡単な方法、この結び目を逃がすっていう意味が分かんないってご意見いただいたんですけど、逃がすっていうのはこう下に下げる感じですね。こうちょっと下に下げる感じ。そうしますとここが綺麗になります。そしたら結んでもいいんですけど、こうあたふたしてる間にここがクチュクチュしてきてしまうので、結ばない方法が簡単かなと思います。こう下げてあげて下の紐を返す感じですね。そしたら一番手前、帯板の手前に差し込んであげます。でここが綺麗にいったらもう大丈夫です。こちらを反対側、やっぱ下からですね、帯板の手前に差し込んであげます。でなんか綺麗にいってないかなって感じはするんですけど、これを沈めてあげると綺麗にできます。こんな感じで、このあとは出し方は好みですね。はい、私は中を真ん中を下げて両脇上がる感じにしてあげてます。それで中心が揃ってるかどうか最後にチェックしますね。これでお着物帯まで行ったんですけれども、伊達になかなかやること少ないと思うんですね。結構ブワッと出てきてしまうので、なるべく少なめにセットすると上手にいきます。でもし少なすぎたら後から出すことはできますので、出たものを引っ込めるって難しいんですね。なので本当にちょっと出てる感じでセットしてあげると上手にいくかな。あと伊達襟を引き気味にセットしてあげると上手にいくかなと思います。はい、後ろですね、後ろ20代子こんな感じでできました。セットしておくと簡単にできるかなと思います。お試しください、はい、訪問着のお着付けをご紹介いたしました。今日はボディに着付けたんですけども、ご自分でやっても同じ、何が参考になることがございましたら、より簡単に、より早く、より綺麗に、着れたらいい。最後までご視聴ありがとうございました。次回は私の自走をご紹介したいと思います。訪問着頑張っていきたいと思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。